ケイシ君から、そうね、ちょっと外装からいきましょうか。外装、まあ、バックパックは、うん、よいしょ、おなじみ ZIPAX Z さんの、はいはいはい、アークホールウルトラ。アークホールウルトラですね。もともとアークホールっていうバックパックは前から出してはったんやけど、うん、それのアップデート版でアークホールウルトラっていうのが出て、うん、まあ背面の構造が変わったのと、うん、生地がウルトラっていう生地、ウルトラっていう生地です。結構最新の、最近、まあ、UL 界隈ではちょっと流行り始めたというか、あのダイニーマとか、うん、DCF よりも安価に生地を仕入れることができるらしいから、うん、ちょっと最近流行ってるらしくって。なるほど。そう、まあ物自体は、うん、結局その繊維はダイニーマと同じものを使われてるから、うん、生地感はダイニーマにかなり近い。ちょっと触ってみる。どうぞ。お、表面がザラついているだけで、いてるもうほぼ裏面もこんな感じなんで、第2マ、裏面見るとすげえ第2マっていう感じのバッグ。そして、まあ、容量が、ね、ここに書いてあると60リットル。これは背面も全部合わせて60、そう、全部含めの60リットルだから、本体はもうちょっとちっちゃいかな。メインが、まあ、45ぐらいなのかな。かな。これバンジーコードも自分で、バンジーは自分でつけた。そう、メッシュがついてるだけで、バンジーはまあループはもともとついてるから、うんうん、自分でバンジーつけて、このバックパック一個で今日は大阪から、ね、来ました、うん、もう生活のすべてがここに詰まってる感じですね。ほんまにそうよ。感じ、こんな感じでそう書いてる。ほう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 。あ、食料入れてこれぐらいなの。あ、そうそうそう、すごいね。評価していただいてもいいですか。そうですね、うん、最近本当に自分のチャンネルだと山ばっかりだからね、あんまり、うん、なんていうの、表にこのキャンプ装備を出すことが久しぶりって感じだけど、うん、で同じウルトラの素材の、あ、これウルトラの素材なの。そうそうそう、高に同じの持ってて、高にの第2枚やけど、うん、こっちはウルトラ、うん、なるほどね。ちなみにここにつけてるこれもウルトラ、うん、ウルトラで揃えた。ウルトラで揃えました。なるほど。モンベルのゴミ袋、うん、これなんかずっと見る気がするな。これはずっと使ってるね、うん、ずっと使ってる。山でも使えるから。で、まあウォーターボトルで、これもウォーターボトル兼ねて浄水器、うん、あのよくあるビーフリー、型ラインのビーフリーなんだけど、はいはいはい、こっちの方が1リットルで容量多くて、で色も青いからこっち使おうみたいな。この焼酎はね美味しかったから持ってきた。これ持ってきたよね、さっき買ったんかなと。いや持ってきた。すごいね、焼酎大好きやね、うん、これどこの手袋ですか。言えません。中身はめっちゃ福前出てきた。福前さんのすごい内刀16センチですね。だいぶ使い込んでるね。おー、砂まみれだね。砂まみれだね。ほんでこれがちょっと前に出たツバ、うん、これね気になってる。これも結構便利なんで、うん、ちょっとどんな感じで使ってるのか見て、後でいろいろ使うんで、うん、また見てもらったらと思います、うん、森林工、ね、ケースはダイソーの、うん、これちょっと意外だった。ここまでちゃんとした、ね、ケースを持ってくるのは。ダイソーのケースがね軽いのよ、うん、あ、軽いんだ。そう、めっちゃ軽くて、ちょっと探してみて。軽いでしょ。軽いわ。そう、なるほど。ああ、これダイソーでキャンプの時は持っていく、うん、焚き火台。お、これは焚き火台なの。袋はもう Z さんですけど、うん、焚き火台の収納袋までちゃんと Z で滑ってくる。ヤエーグ兵学校さんの79式ソロバン火床の、はいはいはい、笹舟。笹舟、オプションで出た火床。ほうほう。今まではメッシュの火床やったと思うんだけど、うん、こういうやつがちょっと前に出て。確かにメッシュだった。そう、笹舟さんになると結構入るね。そうなの、火床のサイズ。ここの斜めがないからない、ね、ポロ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 横から落ちたりとかはしてたんやけど、うん、はいはい、これがあることで大きい薪を置いて、うん、ガンガン燃えてた時に、うん、ポロって外に落ちちゃうってことが減った。へー。あと中身は着火剤とかが入ってるぐらいかな、はいはいはい、着火剤はまあなんかこういうの簡単なやつ使うし、うん、これは知り合いにもらった、パッドフェズ
なんだっけ、なんかパッドウッドか、あ、そうそうそう、うん、をもらったので、まあ、そのうち使おうと思って入れている。パッドウッド高いからなかなか使えない、使いづらいというか、そうなの、もったいなくて使えない、ね、そうなのよ。これが、今日普段は寝袋とか、うん、冬用の寝袋とかもこれに入れるんで、うん、ちょっと容量的にでっかいんだけど、もう夏も冬もここに入れてます。そうそうそう、うん、インナー、今日はインナーシュラフで寝ようかなと思って、うん、なるほどね、コクーンのエクスペディションライナー、ああ、はいはいはい、これね、まあ、インナーシュラフの中では一番軽いモデルかなと。で結構まあ暖かくなるし、うん、夏場だったらこれで全然十分、うん、あとはよいしょ、スノーピークのアウトドア着物が入って、お、出たまあちょっと涼しくなった時に羽織れたらちょうどいいかなと思って、こんな感じやね。もういいね、決まってますな。Z の青、なんか妙に差し色になってて、確かに、うん、着物って割とかっちり着る人も多いんやけど、うん、僕はちょっと崩して着るのがかっこいいなと思ってて、なるほど、なのでこうやって着ます。あ、崩すっていうのはそういうことか。そうそうそう、ちょっとゆったりめにするってことね。こんな感じで着て、うん、なるほどなるほど。あとまあここで止まってるんで、うん、暑かったらこうしたらいいし、いう感じで着たりする。まあ、これ材質は何になる？ドットエアーっていう。ドットエアーっていうの。まあ、じゃあもう本当通気性がいい。ウェアとか作ってる時の素材なので、お風呂セット。これお風呂セット。あのダブルフェイスになってるんで、こっち側に着替え、はいはいはい、パンツ靴下。で、どこで買ったの？これはね、ワイルドワン。うん、あ、ワイルドワンなので売ってて、あ、本当天幕デザインだ。そうそうそう、うん、これはあの山と、うん、なんだっけ、山と食欲と私だっけ、あ、はいはいはい、の漫画とのコラボでバージョンなんやけど、こんなあったんや、コラボじゃないバージョンもある、うん、へえ、でなんか3色ぐらい出てるから、うん、アウトドア用の温泉セット、そうこれね、いいのよ、うん、で中に石鹸と、出た石鹸、あ、歯ブラシ忘れた、あら、歯ブラシはない、こっちに多分歯ブラシ入れてんな、うん、ファーストエイドキット、こっちに、あ、あるある、歯ブラシ、おー、いつもの歯ブラシだ、そう、歯ブラシね、まあ、いろいろ、いろいろ入れて、これさ、ちょっと歯ブラシ俺迷ってんだけどさ、うん、これって歯磨き粉とか入る？歯磨き粉はね、うん、結局こうなった、あー、まあ別で持ってく感じかな、もともと、あのこれぐらいの隙間に入ってたよ、ね、歯磨き粉入ってたんやけど、ちっちゃいやつ一瞬で消えるから、あ、だよね、そう、だから結局なんかホテルについてる歯ブラシの歯磨き粉みたいなぐらいのサイズだもんね。そうなの、そうだよ、ね、一瞬でなくなるから結局こういう形になっちゃった。なるほど、まあ、ファーストエイドキットの中身は普通なんで割愛、うん、割愛して、で今度うんちですね、うんちポーチの方はうんちピー入れるとはいいかな、大丈夫か、うんち、うんち大丈夫しよう、大丈夫、あ、でも本当にうんち、スコップ、あ、Gパックとか、このスコップ、スコップ出してない、最近出た、で、ティッシュ、ティッシュ、ケース、モンベル、モンベル、中のティッシュもモンベル、なるほど、で、トイレキット、トイレキットの中身、モンベル絶大な推しだよね、モンベルのトイレキットがね、やっぱり一番使いやすいし、うん、匂いの漏れもやっぱり他のと比べて良い気がする。そして入手もしやすい、そうね、スペースベアか、スペースベアバッグですね、うん、これね、面白い収納袋が入ってますと、そう、なんでよいしょ、あ、出たスーペリアハンモック、これね、2年前にね、うん、琵琶湖でキャンプした時にスーペリアハンモック、あ、そうそうそう、あの時のやつよりちっちゃい方のモデル、あ、あの時のモデルではないんだ、あの時の方は、うん、ちょ、一回り大きいと、クラシックハンモックって言って、まあ一般的なハンモックサイズだったんだけど、それよりちっちゃい方、お昼のサイズ、デイライト、まさにデイライトハンモックっていうやつ、なるほど、でこれはちょっと別メーカーの袋に入っちゃってるけど、うん、あのスーペリアの方の、あのハンモックのやつ、ツリーストラップ、そうそうそう、ツリーストラップが入っております。ハンモックセット、まあ、これで済むからすごい、はい、入れやすい、うん、カーマレストのマット、これも青色を選んだ徹底的に青を選んだ、こ
これがテントやね、福袋を履いているデザインにしてるんやけど、中身はジパックスの、うん、ディプレックステントが入ってる。今回のテントが入ってます。そう、これクッカーセットかな。うーん、クッカー何やこれ。まずこれがスプーンとトングで僕がご飯食べます。お、箸使わないんで、箸を使わないスタイルね。そう、なるほど。まあ、ちょっとトッピングによく、これは定番で持っていく塩昆布、結構ね、ケースね、料理するんですよこれね。なるほど、ネギと塩昆布とこの、唐辛子か、うん、がいいんだね。これできる。そうそうそう、なるほど。あとは予備で入れてたカニ雑炊、こういうの入れたいな、うん、で、お醤油、おお醤油、あとゴスパ。あ、出た、ゴスパ。ゴスパちゃんと落としたらいいね、これね。ゴッタの。トモさん、見てますか。ゴスパ、よろしくお願いします。インドっていうか、インド系のスパイスだよね。インド風スパイスで。カレーっぽい感じ。カレーっぽい感じ。まあ、うん、鶏肉とか豚肉とか、あと海鮮にもよく合う、万能なスパイスですね。うん、店内でも販売してるし、一応店内で買った人は、うん、空になったら空瓶持ってきてくれたら200円で詰め直すサービスもやってますので、うん、おー、そうなんや。そうなんですよ。で、まあクッカーやね。これお皿は、うん、C2 サミットの、おー出た、 C2 サミットシリーズだ。そう、へー。でジェットボイルスタッシュ、おー出た、スタッシュ。なるほど、今回スタッシュできたんやね。スタッシュと、うん、これ廃盤なんやけど、うん、ユニフレームの、あ、ユニフレームの、ユニフレームの山フライパン、11センチだったか12センチだったか12かのやつで、こいつがぴったりなんだね。なるほど、スタッシュと相性がめちゃくちゃいい。この一塊で収納したくて、こういう感じで持ってきている。なるほど、これがバッテリー類かな。バッテリー類2万の、うん、あ、これ同じの使ってるわ。ヘッドライトは、うん、マイルストーンの MS G1 のことかな、これ G1 じゃない MSH2 とかなんか H2、 そんなようなやつだった気がする。本当はここもっと太いベルトがついとったんやけど、うん、買ったその日に引きちぎって、引きちぎった、これに付け替えた。表記じめてるな。で、これ他にも紹介してたっけ。紹介しました。そうそう、これ。ただこれって、ここの充電のとこがさ、うん、一般的なタイプ C のあれが入らないから、ね、うん、なんかセリアのタイプ C だったらいけるみたいなことを聞いたことある。そう、でも普通に使ってるこいつらとかを挿したくて、うん、充電のカバー引きちぎって、うん、でヤスリで削って、削ったのこれ。ほんでこれ挿せるようになってん、これ。表記じみている。これでノンストレスに使えるようになったっていう、うん、こんな人他にいないよ。削ったよこれ。削りました。あ、本当だ。買ったその日にあった。削れとるぞこいつ。削った削った。この手があったか。あとこれは知り合いにもらったこういうセット。あー、なるほど、ね、ケーブルで、いろんなケーブルに、これとこれとこれと、なるほどなるほど、付け替えれるっていうやつ。付け替え系アイテムだ。ちょっと旅に便利な、これに入るんでね、便利。メーカーどこなの。ホコっていうところですね。あとは GoPro の電池、普通の電池、あとアクシーズクイーンのアンドン風シェードね。使い込んでます。電気入ってる。電気入ってる。ポロポロやで。こんな感じかな。なるほど。トレーキングポール、カッサーもジパックス。なるほど。あとは、うん、和物やかやっていう、ほう、まあ、和服テイストな衣装とかを売ってる、うん、へ、全然アウトドアではないんだけど、こういうカバンです。なるほど。温泉行くときとか便利そうだね。あ、そうそう、ちょっと荷物だけ置いて、ね、軽装でどっか行くときにこういうの、ムーンライトギアの海線山線会、はい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 、ここがやってる、イギリスの、うん、ジャケット生地をリメイク
して作った着物。これって用途的にはどういう、いや、アウト、やっぱアウトドア。アウトドア、あのね、これウール 100% なんよ。あ、ウール 100% なんや。そう。そしたらもう山でも使えるよという感じなんよね。いや、もうイギリスのそれこそな、うん、何十万とするようなジャケットの余り生地を再利用して作ってる。じゃあいくらしたのそれ。でも、1キッパなのよ。え、安。そう、意外に。だからちょっと今ね、完全に僕らね、あのおかしかったよね。1キッパで安っていうのおかしかったよね。まあでも、確かにそうなのよ、だから、まあ、これあのポップアップでムーンライトギア大阪店でやってた時に、ほんでも同じ感想で、そんだけの説明聞いた後に、1キッパです、買うわってなっちゃって、で買いました。新手のジャパネットの方みたいな。まあね、あの結構いいですね。なるほど。そう、いい感じの、あ、羽織も、すごいかっこいい、かっこいい。ありがとうございます。ケイシ君のテントになります。Z パックスのディプレックステント。ディプレックステント、2人用のテントってね。そうね、2人用のテントで、まあ、こんな感じでね、ちょっと一人暮らしの男の部屋みたいな、まあ、ごちゃっとしたね、やっておりますと。天井とかね、こんな感じ、広いですね、やっぱりね、2人用なんで。で、マットとかが困って、焚き火台がありますよと。もうね、だいぶ宴会チックな感じになってます。だいぶ雑多な感じになってしまう、ね、まああるあるだよね、キャンプしたらこうなるよね。徒歩キャンプ、バックパックキャンプの宴会、こんな感じになりがちです。はい、というわけで、ケイシ君の装備でした。バックパックキャンプ装備ね、ケイシ君もね、チャンネルやってますんで、まあ、現タイミングでね、上げてるのはゴーリキさんのね、ゴーリキさんじゃないか、ゴーリキっていう仕事をやっている倉本さんの動画です。の取材 してるね、はい、動画が上がってます。山のね、お仕事でございます、ゴーリキ。ぜひね、そちらも見ていただけれたらと思います。よろしくお願いします。というわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい、というわけで、どこで見つけてきたんだっていうね、和装系のアイテムが強かったですね。基本はキャンプ道具をベースにしつつ、旅道具も入ってて、生活することも考えられたアイテムチョイスでしたね。これで1週間とかトリップできちゃいそうです。うん、ケイシ君、ありがとうございました。はぜるね、今日。気がいいね。うまい。だいたいマジックソルトのパワーや。マジックソルトめっちゃいい働きしてんね、これ。うまい。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると、今後の活動の活力となりますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね、販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。